事なもの。元気かい？お前さんにこの本を見つけておいたよ。ここは誰も知らない小さな森。なんでもないような静かな森だけど、よく見るといろんな生き物がいます。旅をしているネズミ、編み物をする羊、優しい鈴を鳴らすスズムシなど。ここではクマのお話をしましょう。大事なもの。森が赤く染まり始めた10月のこと。クマは冬の間ずっと眠って春を待ちます。フレッドは冬の準備をしていました。もっとたくさん木の実を集めておかないと。心配性のフレッドはまだ秋が始まったばかりなのに、冬に食べる木の実をたくさん集めていました。たくさんの木の実を抱えて歩いていると、小さな何かにぶつかりました。わあ！そこに倒れていたのはスズムシでした。ごめんよ、大丈夫かい？うん、大丈夫。それよりずいぶんたくさんの木の実だね。それ全部食べるつもりなの？やっぱり多すぎるよね。本当はこんなにも食べきれないってわかってるんだ。なのに、もし木の実が足りなくなったらって思うと不安になってしまう。どんなに木の実があっても心配なんだ。君はそんなことってない？僕？そうだな、大事なこの鈴がなくなったら不安になるだろうな。だけど鈴は2つがちょうどいいんだ。それ以上は持てないからね。そう言うと、スズムシは鈴を鳴らしました。チリリーン、チリリーン。2つの鈴の音は、とても心地よく、優しい音でした。それを聞いていると、不思議とフレッドの心が落ち着きました。心配しなくても、君は大事なものが何かわかってると思うんだ。うん、君の大事な鈴の音を聞いてると、そんな気がしてきたよ。ありがとう。僕、もう不安じゃないよ。これだけあれば、大丈夫。フレッドは集めすぎた木の実を森の仲間に分けてあげました。仲間と一緒にいるととても幸せでした。冬が来てもフレッドはきっと安心して眠ることができるでしょう。抱えきれない木の実はここへ置いてお行きなさいな。おやすみなさい。